じゃあ今日のパワプロということで、今日はパワプロの日記念サクセスお役立ちキャラのガチャを、単ガチャ5回の、初回10連 PSR 確定なので、これを初回10連だけ引いていきたいと思います。で、一応厳選15キャラのみということで、大きいのカジ、サンタ、サナちゃん、サンタ、三田村くんがピックアップ1で、他のピックアップキャラとしては従前たる一ノ瀬とかね、敦貴、千代の二宮とかもいたりします。で、野球マン2号、野球マン3号がなんで入ってるのかはよくわかんない。で、他は同衛とかもね、入ってるんで、まあ、なんていうんですかね、当たりもあるしちょい外れもあるみたいな、そんなような感じになってます。で、タンガチャ5回は、PR 以上、バナーキャラ確定してるので、こちら引いていきたいと思います。ちなみにサンタ、サナちゃんが今 PSR のねプラ4なんですよね。いまだにプラ5になってないっていう。で、素材はちょいちょいあるんで、お、サンタ、サナちゃんいいね。ここでまあプラ5にできればかなり嬉しいかなというところです。で、大きいのも PSR があるけど対して解放されてないっていうか、多分プラ0だったと思う。で、3回目、ここは本当に PAR の素材集めで、4回目、サンタ三田村くんが出ない。サンタ三田村くんとか、それは使ったことないってか、めちゃ偏るな、偏るよね。だ、こういうタンガチャンってマジかよこいつ。どんだけ出てくんの。タンガチャのところでね、やっぱり SR とか PSR とか出てくれると嬉しいんだけど、じゃあ10連だけ回します。ここは別にバナーの PSR が確定してるわけではないので、まあ、ただ15キャラから出てきます。大きいのいいね。で、サンタ、サナちゃんが R がある。いや、でもね、これだけ手に入れても、まあ、解放は無理かな。 PSR 以外全部 R だし、まあそんなところですね。一応ちょっともう一回テーブルだけ見てみよう。コツがいいよね、パワーヒッター持ってるんで。まあ、いぶし銀とレーザービーム。俺、レーザービームはね、外野には結構つけたい派なんですけれども、そもそも高速レーザーをね、取れるキャラが、なかなかいいキャラがいないんでね、外野の高速レーザー持ちを作ろうとすると、まあ、どうしてもつくもとかをね、入れざるを得なくなってくるというところになってます。で、肩の上限アップがあって、やる気効果も100あって、タックが50だと90まで伸びるのか。で、さらに練習効果アップと精神ボーナスもついてるんで、まあ、大きいのはかなり強いキャラだと思います。まあ、フリート特攻でもあるし、まあ、使いやすいキャラにはなってますね。アーティストとアンダー製造機両方っていうか、選べば、まあ、そのどっちも取れる、どっちもなんか表現が変になっちゃったけど、その選択してね選べるんで、使い分けもかなりやりやすいキャラだと思います。まあ、そんなわけで今回はこれで終了します。じゃあ今日のパワープロはこれで終わりです。